SUJ スキーバッチテスト。全日本スキー連盟が実施する5級から1級のスキーの検定、 SAJ スキーアソシエーションオブジャパンによる非級別バッチテスト。日本で実施されている SAJ のスキー検定は海外から見てもレベルが高く難しい検定と言われています。今回はそんな SAJ が実施するスキーバッチテストの5級から1級まで順番に難易度の目安を解説していきます。皆さんこんにちは。生涯全力スキーヤーの直樹です。今回は SAJ スキーバッチテストの入門動画です。各級がどのくらいのレベルなのか、その目安をそれぞれ分かりやすくご紹介していきます。それではどうぞ。まずはスキー検定5級です。合格基準はプルーク暴言ができれば OK。 検定種目はプルーク暴言整地の緩斜面。まずは最初の5級ですが、講習中の検定なので本番一発勝負ではなく、講習内で教わりながら求められていることができれば合格です。内容は講習中に緩斜面でプルーク暴言ができれば OK という非常にシンプルな検定です。プルーク暴言とは、両足がハの字になるように開いてターンをする初歩的なスキーの滑り方です。SAJ5 級は分かりやすく言うと、どんな形であれスキーをハの字に開いて曲がることができれば合格です。5級は最初の検定なので難しい話はなく、まずはシンプルに足をハの字に開いてターンができれば OK です。ただレッスンを受けるだけではなく、目標を持って資格を取りたい初心者の方は受けてみてはいかがでしょうか。次は4級検定です。合格基準は形はともかく自由にターンができること。検定種目はプルーク暴言のリズム変化、整地の緩中斜面。4級にはプルーク暴言にリズム変化が加わります。5級ではとりあえずターンができれば OK でしたが、4級になると5級よりもスキーを自在に操って好きなリズムでターンをするという技術が求められるようになります。なのでスキーで滑ることに慣れ、形はともかく自由にターンができるようになったレベルを4級と考えましょう。回転弧の大きさをコントロールしながらリズムを変化させる滑りが求められるので、脚部の操作でテールで雪面を削りながらコントロールします。4級も同じく講習内検定なので、ある程度スキーに慣れてターンができるようになった方は気軽に挑戦してみましょう。次に3級についてです。合格基準の目安としては、少し足を揃えながらきれいに滑れること。検定種目は基礎パラレルターン、整地の緩から中斜面、ステムターンの整地の緩から中斜面。3級では曲がるときだけ足をハの字に開くステムターンと、足をきれいに揃えたパラレルターンという実践的な2種目が登場します。3級では足の揃ったきれいなパラレルターンが求められるわけではなく、形はともかくとりあえずは両足を揃えてターンができれば OK というレベルです。もし自信がない人でも、3級も講習内検定なので、足をきれいに揃えて滑りたいスキーヤーにとっては練習をしながら取得できるぴったりの資格です。それではいよいよ2級検定です。2級はゲレンデの上級者と言われるくらいで、ここから難易度は一気に上がります。合格基準の目安は、暴走しないようにズレを使ってしっかりコントロールできた滑りができること。検定種目はこちらの3つ、基礎パラレルターン大回り、ナチュラルバーンの中から急斜面、
張られるターン小回り、ナチュラルバーンの駐車面、ステムターン、ナチュラルバーンの駐車面。9はいよいよ講習内検定ではなく本番一発勝負の実技検定になります。そして検定種目も大回り、小回り、ステムターンとかなり実践向けの本格的な種目が揃い、難易度も一気に跳ね上がります。2級で大事なポイントは暴走しないようにズレを使ってしっかりコントロールしながら、その上で綺麗なパラレルターンをしましょうという難しい技術が要求されます。暴走しないようにズレを使ってしっかりコントロールできた滑りができるかどうかという実践的な評価をされることになるので、厳しくターンの質が見られるということになります。また3級までとは違い、本格的に教わったことがないと一発合格はまず難しいレベルです。3級よりも両足の揃った綺麗なパラレルターンが求められるので、初心者からスキー検定に挑戦していく方にとっては、まずは2級が大きな関門となるでしょう。そして最後は1級です。級別パッチテストの最高峰スキー検定1級のレベルの目安は、どんな斜面でもスピードに乗って自由に滑ることができる。そして検定種目もこちらの本格的な4種目、パラレルターン大回り、ナチュラルバーンの急斜面、基礎パラレルターン小回り、ナチュラルバーンの急斜面、パラレルターン小回り不整地の中級斜面、フリー滑降ナチュラルバーンの急斜面。級別テストの最高峰なので、もちろん簡単なはずはありません。さらに斜面も急になり、速いスピードが求められる大回りと小回りに加えて、フリー滑降と不整地小回りという2つの種目が追加されます。フリー滑降は自由なターン構成で決められたバーンを広く使って滑走する演技で、不整地小回りは一般的にはコブ斜面の滑走になります。2級までとの一番の違いはやはりスピードです。つまり2級まではズレを使ったコントロールされた滑りが求められましたが、1級ではエッジを使ったカービング要素の強いスピードに乗ったターンが求められます。こうして1級では急斜面でスピードに乗ったターンができるポジションとカービング要素が求められるので、合格には相当の滑り込みが必要です。私の動画では解説をたくさん作っていくので、今のうちに登録と高評価をお願いします。それでは最後に SAJ スキーバッチテストの5級から1級までの合格基準の目安をまとめて見返しておきましょう。5級はフルーク暴言ができれば OK、 4級は形はともかく自由にターンができること、3級は少し足を揃えながら綺麗に滑れること、2級は暴走しないようにズレを使ってしっかりコントロールできた滑りができること、1級はどんな斜面でもスピードに乗って自由に滑ることができること。以上が私が独自の目線で解説してきた SAJ スキーバッチテストの合格レベルの目安でした。特に2級以上のレベルのスキーヤーは何人も指導をしてきましたが、不合格になる人の多くは合格に必要なポイントを理解する前に挑戦していました。なので、まずは各級では何がポイントなのか、そしてレベルが高くなると各種目に何が求められているのか、といった合格のためのポイントをしっかり理解するところから始めましょう。それでは今回は以上に。この動画が分かりやすかった、参考になったと思われた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回にお会いしましょう。いつでもどこでも上手くなれる。利用者数100名突破、直樹のオンラインスキースクール。滑りのビデオアドバイスや直接対話でのオンラインレッスン、検定対策や弱点克服に特化した完全オリジナルのオンラインマニュアル、
スキー上達の技術をとことんまで分かりやすく表現することを追求した生涯全力スキーヤー直樹が本気でスキー上達を目指すスキーヤーをサポート。概要欄のリンクからまずは気軽にお越しください。